兄ちゃん、お元気ですか？リンクル君も元気ですか？メリンダは元気です。お兄ちゃん、毎日ちゃんとご飯食べてますか？忙しいからって抜いちゃダメよ。着ている服もちゃんと洗濯している？あんまり汗臭いと一緒にお仕事をしているお姉ちゃんたちに嫌われちゃうよ。お兄ちゃんはお師匠さんと旅をしていた時からズボラで面倒くさがりだったから、メリンダが一緒にいないと心配です。私の方は学年が変わって新しいクラスになりました。新しいお友達もたくさんできました。お兄ちゃん知ってる？今カシラカシラという謎々遊びが学校で流行っているんだ。私答えるのクラスで一番得意なんだよ。だってほら、私たちお師匠さんといろんなところを旅して回ったじゃない。だからいろいろ答えられるわけ。みんなメリンダって物知りって感心してくれちゃって、ちょっとくすぐったかったよ。消灯の時間だ。今日はこんなとこかな。またお手紙書くね。お兄ちゃんも風邪とかひかないように体に気をつけてね。それとリンクル君にお水あげるのを忘れちゃダメだよ。半分植物なんだからね。じゃあおやすみなさい。お兄ちゃんのかわいいかわいい妹より。
僕だって女の子だから筋肉が詰まってるわけじゃないよ。僕はこの髪型が好きなんだ。それに石鹸シャンプーですっきりサラサラさ。この組み合わせ似合うかな。普通の服だね。普通の服だね。この組み合わせ似合うかな。この組み合わせ似合うかな。